三宅工事三宅工事5月22日から1945年10月21日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。旧姓山田三宅出身。山田工事の三男として生まれ、1901年三宅春の養子となり家督を相続した。1901年11月陸軍士官学校を卒業。 翌年6月、不評少位に任官し不評第33連帯付となる。日露戦争に出征し、1905年5月から1906年に1月まで満州軍副官を務めた。1910年11月、陸軍大学校を卒業した。1910年12月、第一師団参謀となり、陸軍省軍務局会員。 陸軍省副官権陸軍大臣秘書官などを歴任。1915年8月、不評調査に昇進。1919年4月、欧州に出張し、平和条約実施委員を務めた。1919年7月、不評調査に進級。1922年7月、陸軍兵器本省付に就任。1922年8月、 不評大佐に昇進。1924年2月、この F 不第4連隊長に就任。第4師団参謀長を経て、1927年7月、陸軍少将に進級し不評第5旅団長となる。1928年8月、関東軍参謀長に転じ、満州事変に対応した。1932年4月、陸軍中将に進み参謀本部付となる。 同年6月、陸軍運輸部長に転じ、1935年3月、第二十四団長に親保され、朝鮮に赴任。1936年12月、予備役編入となった。1938年12月、軍人援護回復会長に就任。 1940年11月から1945年8月まで満州国共和会中央本部長を務めた。終戦後、シベリア抑留となり、その後、モスクワに移送されるビアンカ監獄で死去した。ありがとうございます。